モニター見てますかね、てるさんね。てるさんね。はい。とっても、本当に皆さん、静寂のムードだったんですけどね。はい。だん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 、こう、声援も大きくなってきて、2017年ですね、この決勝の舞台に立てたことが、うちの国としては、本当に、誇りだ。あいつは誇りだって言ってましたね。はい。監督がそう言ってたんですね。はい。ジャスティス学園という、私立というですね、名門、はい、今日は J の意思を受け継いだこのですね、天賀選手が決勝に上がってきました。今大会初、まだ若い23歳であります。さあ、モニターがもうすぐ出ます。さあ、片やですね、この、さすがですね、決勝に上がってまいりました。はい、すくばって、オナキンスカヨーカを1回戦で破り、2回戦はですね、本当にこの意地の、本当にですね、すごい、見え物をですね、見せて、本当に見せてくれました、今回は。はい。いやー、本当に、ゆてさん、長い、今年も2017年、もう、ね、選手権終わりますけれども、はい。やはり、あの時と何も変わってない、この銀選手権がここにありますね。はい。しかし、どんどんと新人が出てきてね、はい。もう、飲まれていくっていうのはね、だから住んでるの、東京舞台に何かをな、ありがとうさんよサビから住んだら入られ、どこまで行ってでも、チェンポコさん。ララ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 。さあ、もうすぐですね、出るでしょうか。どん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 声援も、周りの声援も大きくなっております。この決勝戦の舞台となった、パニックハウスであります。トゥイティ国にあります、パニックハウス。2017年決勝の舞台になったのはここです。誘致されて2014年ですかね。206万票を獲得してこの決勝戦の地が選ばれたというですね。ちょっと虫もちょっと多かったんですけど、ここはね、本当にいい場所ですね。神聖で。静かですよね。静かな場所です。これを行われました。さあ、そして、先ほどですね、ちょっとタンクが、こう、2、3個目の前に置かれた時ですね。あれ？どっちかがこれ反則かなと思ったんですけどね、レさんね。ありましたね。はい。気象予報士の与田さんも今日来ていただきます。グッドモーニングからですね。グッモーニングから来てくださいました。与田さん。はい、どうも。今日の天気はいかがですか？今日はですね、僕がこう立っているところ、ここはですね、群馬県の前橋市というところなんですけれども、はい。ここですね、今日天気が、お空ちょっと見てみたらですね、あれ晴れてるんじゃないかなっていう風な感じでしたね。はい。皆さん通学の時はですね、ぜひ折りたたみ傘1個でもいいですので、持ち歩いてみていかがでしょうか。ね。はい。ではですね、レーダー見ていきましょう。あ、与田さんいいですよ、レーダーは。レーダーよりチンポコのね、ところのレーダー見て、ね、いただけたら嬉しいです。あ、そうですか。うん、皆さん今日もですね、元気で行ってらっしゃい。ありがとうございました、与田さん。ありがとうね、与田さん。気象予報士の与田さんでした。ということで今日はですね、天気もちょっと曇り空の決勝戦だったんですけど、さあね、新人のジャスティス学園のこれ、天賀くん、よくここまで登り詰めてきましたね。やはりですね、天賀っていう名前になんかあるんでしょうね。天賀といえばですね、ホールみたいなね、こう使うやつあるじゃないですか。バイブみたいな。バイブじゃないですけどね。ぬるぬるの。あれ僕もね、実はですね、もらったことがあるんですけど、全然使わないでですね、物置にね、ぶん投げて置いときましたけども。いやー、しかしあんなの使うよりね、じゃあ自分の手でやった方がいいですよね。しかし過去にも失格は何回もあります。射精をしてしまった2回戦、3回戦で失格をして、そのまま帰宅というですね、選手がいっぱいいましたけれども、今回は失格者ゼロということで素晴らしい、戦いでしたね。そうですね。今回は本当に、本当になんかこう、2017年というですね、はい。もう本当に、なんでしょう、こう、いいね、なんかね。いや、本当に、なんかね、なんか、本当にすごくいいね、決勝戦になりました。
黒間くんがね、ほんと決勝戦に上がってきて、16年ぶりの出場でですね、こう決勝戦に上がってきましたね。いや、久しぶりに黒間くんの決勝戦、ね、見ましたね。確か黒間はですね、2001年の優勝者ですから、これ本当にね、天賀くんと新人と戦ってね、この16年ぶり2度目の出場で、ね、本当に黒間くんも久しぶりの出場でしたし、決勝まで上がってきたってのはすごいやっぱ実力があるんでしょうね。そうですね。さあ、黒間の計測が終わりまして、先ほどですね、もう LL 自身も全部、ザーッと出まして、もう勝利を確信しているんですけど、天賀選手が、僕が見ていたところ、天賀選手がですね、本当に有利な感じで進めてましたね。部屋にこもって、天賀選手の場合、スタイルが違いましたね。こう、部屋の中でですね、走り回るというですね、こう、スタイルもこの天賀くんが編み出しましたね、今回ね。ドタバタドタバタやってですね、自分の気をこう紛らわしてですね、どうにかこのチンポコの逆境を沈めようかなというですね。さあ、そしてですね、出ます。そろそろ出ます。出ますね。出ますよ。出ますね。モニター画面出ます。さあ、こんな会議の勝者は、どっちなのか。決勝戦、夜泣き選手権2017、決勝戦。今年のファイナリストはこの二人。そして、どっちが頂点に立つのか。大丈夫だよ、さあ。信じること。それが唯一の、夜泣き選手権の心得であります。静寂の中。今、優勝が決まります。まだですかね。夜泣きスカイウォーカーは優勝候補でしたけど、一回戦。オナワンってやりオナワンに敗れ、オナワンも3回戦で敗れました。今回の優勝候補。ダークホースはこのですね、二人いたというですね、本当に。出ました、天が優勝です。天が優勝、天が優勝だ。出ました、モニターが嘘をつきません。天がやった、黒間を16年ぶりの2度目の出場の黒間を退きました。黒間がやはり16年ぶり決勝上がってきましたけど、今年2度目の正直になりません。天がやはりジャスティス学園初ですかね。初ですね。すごい強かった、すごい新人、すごい。やっぱり君はこれからのヒーローだねえ。天賀投手初出場、初優勝。 LLDG が低い、低いですね。そんね、低かったですね。さっき見ました、新人にしちゃこの5本指に入るんじゃないかと。歴代に比べても1970年から始まった小野金選手権、今年で47回目ですけども、天が通したというのは47年目にして、本当に大きく上に上がってまいりました。皆さん、印象に残った試合ありましたか？興奮してますね、今ね。天が選手の2回戦ですかね。2回戦ですか。やはり残念、やっぱりあと3回戦も見事ありましたよ。残念、2回戦ね、本当にこのね、新人がどこまで上がれるかってみんな期待してたんですけど、この私立ジャスティス学園からオナキン選手権優勝者が出ました。おめでとうございます、天賀選手。本当にお疲れ様でした、この十何日間ですね。本当になんかみんな支えられてやりましたね。そうですね、はい、ジャスティス学園から本当に出られてよかったですね。本当に黒間選手、僕子供の頃からテレビ見てて、はい、子供の頃からテレビ見てて、黒間選手っていうのは本当に2001年の覇者だったんで、なんか本当に自分がまさかこのね、ところに立ってるなんて思ってなかったし、うん、だから出せるのね、射精したらもうそこで終わりだし、はい、あとね、テストステロン値上げたらやべえんじゃねえと思ったし、はい、
僕なんかね、まだまだお子ちゃまなんですけど、クロモ選手破れてね、マジリスペクト最高っすよ。千賀選手さあ、私立学園高校野球も強いんですよね。ああ、そうですけどね、高校野球とオーナー金は別ですから、オーナー金っていうのはね、あの男のね、本当の我慢勝負ですから、これで、優勝できたことね、このトロフィーと、ね、この、円盤はですね、本当に一生これ残りますよ。世界一ですよ、あなた。世界一ですよ、あなた。大声援です。ありがとうございます。皆さん、本当に今日は帰り気をつけて帰ってください。最近飛び出してくるやつ、本当多いんでね。あと、右に回るときは皆さん、ウインカーを出してください。ありがとうございました。ありがとうございました。天賀選手、最後に、高齢者へのアドバイスでしょうか。天賀やった、天賀やったな、やっと取れたぞ、お前。マジリスペクト。天賀選手、昔はヤンキーをやっていたんですけど、更生しまして、学院にも何度も通いました。厚生学院にも。しかし、それでですね、不良の道を諦めて、このオナキン選手権に挑んだ、このオナキン選手権で16年ぶり2度目の出場のクロマ選手を、破った、後輩と人の意地を見せました。さあ、クロマ選手のインタビューが、まもなく敗者のインタビューが待っております。クロマ選手、16年ぶりの出場でした。懐かしいです。僕、覚えてます？覚えてますよ。クロマ俺も、うん。石井キャスターにお世話になってました。ありがとうございます。クロマ選手、本当にあのレゴからね、本当に出てきて、16年ぶりで、2001年はね、本当にいろんな選手いましたよね。クロマ懐かしいぞ、久しぶりだな。皆さんもありがとうございました。あの時はあの、墓嵐さんとかね、キノピオさんとか、あと、うん、俺の同期のシロマとかも出場してまして、あの時は懐かしいですね。あの時は僕は逆にあの時、2001年はね、新人って言われてて、今の天下と被りますね、なんかね。ええさあの時も雨だったからね。あの時は確か決勝は9月8日でしたね。そうですね、あの時は、9.8 決戦なんて言われてね、94年のあの、ね、中日対巨人の、ね、10.8 決戦になんか被られてね、新聞とかテレビメディアでも報道されてましたけど。クロマー！クロマー！じゃあ僕が、こう、天賀くんとこう、2017年って16年の時を経て、こう戦えるっていうのはね、僕が、本当に感動しかないっす。クロマー！まさかクロマ選手が決勝に上がってくるとは僕は思ってませんでした。僕は思ってなかった。オナキンスカイウォーカーとね、オナワンが今回注目されてたんで、うん、本当になんか、こういう舞台に立ててね、また来年帰ってきたいですね。俺もまだまだ歳食っちゃいねって、ね、言わせたいです。そうですね。男に賞味期限はないですね。そうですね。ナイス！賞味期限があるとしたら、おばさんの化粧のノリぐらいでしょうね。冗談今年も まだ言えますね。うん、言えますよ。俺を舐めんじゃねえぞ、クロマだぞ、俺。そしてですね、特別なゲストから今日はですね、インタビューをもらってます。モニターをご覧ください。何何？あい、キノピオだぞ。あーっと、キノピオとこ。キノピオさん、お疲れ様です。懐かしのキノピオだ。2001年です。同士で戦いました。3回戦にあたって、番狂わせでキノピオを逆転勝ちしました。クロマ選手。おめでとう、本当におめでとう。ありがとうございます、本当に。さあ、先輩方のアドバイスです。16年の時を経て、準優勝クロマ。